俳優の松坂桃李さんと女優の戸田恵梨香さんが結婚したことを所属事務所が発表しました松坂さんはホームページで生活環境が変わることによりこれまで以上の責任と覚悟を持ち何事にも真摯に向き合っていきたいと思っておりますとコメントしていますえ繰り返しお伝えします俳優の松坂桃李さんと女優の戸田恵梨香さんが結婚したことを所属事務所が発表しました 松坂さんはホームページで、生活環境が変わることにより、これまで以上の責任と覚悟を持ち、何事にも真摯に向き合っていきたいと思っておりますとコメントしています。そしてこちらが、つい先ほど所属事務所のホームページ上で発表された本人のコメントです。松坂さんです。皆様へいつも応援していただき、本当にありがとうございます。 突然のご報告となりますが私松坂桃李は戸田恵梨香さんと結婚いたしましたデビュー以来たくさんの方に支えられたくさんの実りある現場に立たせていただきました生活環境が変わることによりこれまで以上の責任と覚悟を持ち 何事にも真摯に向き合っていきたいと思っておりますこれからもよろしくお願いします2020年12月10日松坂桃李と最後は直筆の署名を添えて所属事務所のホームページで発表していますそしてですね戸田恵梨香さんも同じように所属事務所で発表していますいつも応援してくださる皆様へこの度私戸田恵梨香は松坂桃李さんと結婚いたしましたのでご報告させていただきます これからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく役者としてより一層精進していきたいと考えておりますので温かく見守っていただければ幸いです今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします2020年12月10日戸田恵里香とえこちらもですね直筆の署名を添えて、えー、所,所属事務所から、えー、コメントを発表しています繰り返し速報でお伝えします 俳優の松坂桃李さんと女優の戸田恵梨香さんが結婚したことを所属事務所が発表しました松坂桃李さんと戸田恵梨香さんが結婚したことを所属事務所が発表しました松坂さんはホームページで生活環境が変わることによりこれまで以上の責任と覚悟を持ち何事にも真摯に向き合っていきたいと思っておりますとおコメントを出しています そしてですね、つい先ほどほぼ同時刻に二人の所属事務所がコメントを発表しています。まず松坂桃李さんからです。松坂桃李さんの所属事務所のホームページで発表されたコメントですが、皆様へいつも応援していただき本当にありがとうございます。突然のご報告となりますが、私松坂桃李は戸田恵梨香さんと結婚いたしました。 デビュー以来たくさんの方に支えられたくさんの実りある現場に立たせていただきました生活環境が変わることによりこれまで以上の責任と覚悟を持ち何事にも真摯に向き合っていきたいと思っておりますこれからもよろしくお願いします2020年12月10日松坂通りとで最後は直筆の署名を添えて所属事務所のホームページで発表しています そして戸田恵梨香さんもほぼ同時刻に、えー、所属事務所のホームページにコメントを発表しましたいつも応援してくださる皆様へこのたび私戸田恵梨香は松坂桃李さんと結婚いたしましたのでご報告させていただきますこれからも皆様への感謝の気持ちを忘れることなく役者としてより一層精進していきたいと考えておりますので温かく見守っていただければ幸いです 今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いしますということです。